お元気ですか、ボクシュミです。今回は BBM 東京ヤクルトスワローズベースボールカード2023の開封動画でございます。で、前回やった、ね、北海道日本ハム編のね、比べて、この第2回目でございます。で、今回もね、前編後編9パックずつね、やっていきたいと思います。2023年からね、1パックね、少なくなりましたけどね、それでもね、私はね、できる限りはね、買い続けますのでね、もちろんね、動画でありますので、よろしくお願いいたします。で、この前編は、この9パックは前編で、残りの9パックは後編でやっていきたいと思います。では、やりたいと思います。まずはね、前編の1袋目でございます。で、こちらね、並木秀隆選手でございますカードでございます。で、西田明久選手でございます。吉田大輝選手でございます。これは石川優太選手でございます。で、こちらはサイズですサイスニード選手でございます。これキラキラ模様でございます。これ松本直樹選手でございます。で、長谷川博樹選手でございます。言い忘れますね、こちらはですね、ワンボックス 7枚でございます。で、2袋目でございます。山下光選手でございますのカードでございます。成田翔選手でございます。で、尾中優也選手でございます。で、こちら西村瑠唯斗選手でございます。で、坂本匠選手でございます。で、キラキラ模様でございます。で、本山飛雄内野手でございます。で、牛山相馬選手でございます。3袋目でございます。原樹里選手でございます。小沢玲治選手でございます。山下光選手でございます。で、木澤直文選手のカードでございます。で、高梨宏敏選手でございます。もっとね、ファイターズでございます。高橋奎二投手でございますね。 WBC でも活躍しました沢井廉選手でございます。4袋目でございます。竹山日向選手でございます。大下優真選手でございます。杉山幸喜投手でございます。で、奥川康信投手です。で、丸山和也選手でございます。キラキラ模様でございます。田口和人選手でございます。清水昇選手でございます。5袋目でございます。竹岡隆生選手でございます。で、同じく竹岡ね、ごめんなさい、池山貴博選手と西村瑠唯斗選手のね、同じ背番号36のね、カードでございます。ちょっと噛んでしまってすいません。ドミンゴ・サンタナ選手でございます。
で西田昭久選手でございます。で小川康弘選手のカードでございます。で小川康弘投手のカードでございます。キラキラ模様でございます。で高橋奎二投手のねカードでございます。で侍ジャパンですよね。はい、6袋目でございます。山下光選手でございます。奥川康信選手でございます。で太田健吾内野手でございます。元ファイターズでございます。カテカルコータ選手でございます。でこれはホセオスナ選手のカードでございます。で川端慎吾選手でございます。で、ジロンピーターズ選手です。7袋目でございます。高津慎吾監督でございます。山下光投手のカードでございます。で小賀雄大捕手でございます。で中村雄平捕手のカードでございます。で WBC でもありました。で山田哲人内野手のカードキラキラ模様でございます。そちらもね WBC 代表でした。で西浦直美選手です。坂本匠選手でございます。8袋目でございます。大下優真投手でございます。で、竹岡隆生選手でございます。で、原樹里選手でございます。で三ツ俣大輝内野手でございます。で中日からね来ました。で沢井蓮投手のカードなんですが、50枚限定のカードがありましたね。こちらですね。あのこの丸型がね、クッキーと浮き出るカードでございます。こちらがですね、50分の41となっております。ホセオスナ選手のキラキラ模様でございます。で山田哲人選手でございます。で前編ラストの9袋目でございます。塩見泰隆選手でございます。浜田大輝選手でございます。で荒木貴博選手でございます。でこちら村上宗隆選手のねでこの56号のねカードでございます。もちろんね WBC 日本代表でもありました。村上宗隆内野手のキラキラ模様でございます。で梅野優吾選手でございます。で最後は中村雄平捕手の、ねカードで終わりたいと思います。以上で BBM 東京ヤクルトスワローズベースボールカード2023開封動画前編を終わりたいと思います。まだね直筆サインカードはですね後編の方にね、あるのではないかと思いますのでね、もしよかったら後編もぜひお楽しみください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。